お疲れ様でございました。大変でしたね、単国ね本当にあぶつけた衝撃はゴンぐらいだったんですよ。相手ぐらいもうやだ、毎日ここで生活してんじゃんって思いながら、でも誰も突っ込んでくれないし、まあまあ一人ですから ね、でも そこ突っ込まれたら逆に怖いですね何してんねん誰ってなっちゃうからまあまあでもね、頭を打って倒れてしまったりなんかしたら大変ですよ。一人暮らしでそういう時怖いなと思って、むせてそのままうんってなったらどうしようとかすごい最近やっぱ思っちゃう。危ない、そう怖くって、危ない。時々ちょっとねお行儀悪いけど台所で立ったままみかんとか食べるんですよ。そこに流しがあるから、はい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 、でなんか多分テレビとかね見ながらだとちょっとした瞬間に気管に入った時に、うん、もう信じられないぐらいやっぱむせるじゃないですか。あの時にどうしようどうしようむせどうしようってなって一人暮らしね。まあね、皆さんも一人暮らしの方は気をつけてくださいね。今までそういう危機には、危機はないな、うん、夜中とかもないしな、意外にないんですね、うん、結構起きずおけがなさ、いやでもそれはもうあの酔ってるんで全然気にしてないんで逆に怖いですよ。起きてる時に雪であのなんかブロックが見えなくてものすごい足ひねって腫れて、うん、あの病院に行くなんつうのはでも起きてるから、ね、起きてる時ですね、問題ないですよね、病院に行けばいいことですから。いやでもちょっと酔った時にね、いやでも最近ね亡くなりましたからね、怪我することも、ここにかさぶたあったりすごかったですよね。なんというか ご成長なさった、はい、そこまで酔わない、エネルギーが落ちた、飲めなくなったんじゃないですか。お酒との上手な付き合い方ができるようになったと。どうかな、ビールの鉢もあれですけど、手拭いですけど気をつけてください。気をつけていきましょう、はい、来週月曜日見てね。あ、ザタイムお願いしますね、はい、サバの煮食い、はい。